予報センターは川端さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。この千葉幕張もずっと雷の音がしていますよね。そうですね、私もこう外を眺めながらこう様子を見ていたんですけれども、はい、雨雲がこうどんどんとこう近づいてきまして、またこう雨足がこう白い壁のようになってこう迫ってくる様子、そして近づいてきますとこう雷の音がこうしまして、はい、雨降ってくるとですね、本当に横殴りの雨なんですね。この雨ももちろん強いんですけども、風も、かなり強い状況でしたね、はい、そして現在のライブカメラの様子もう一度見られますでしょうか。外はこのようにしてですね、明るくなってきているということで、びっくりです、はい、そうですね、ちょうど20分ぐらいですかね、この千葉幕張でも、強い雨となりましたけれども、はい、この雨雲、幕張周辺から抜けつつあるような状況です。はい、そして現在の様子ですね、関東周辺見ていきたいと思います。皆様からのリポートとあとレーダーの画像を重ね合わせていますけれども、現在発達した雨雲ですね、埼玉県内そして東京都内から徐々に東の方へと進んできまして、はい、この時間は茨城県から千葉県内に進んできました。でこの雨雲の動きですね、少し、見ていきたいと思います。1時間ほど前から見ていきますと、これ8時15分の時点ですね、はい、埼玉県内に主にかかっていましたけれども、この雨雲このように南東方向に動いていまして、で千葉にもこうかかってきたわけですね、はい、でこの後の予想ですけれども、同じように東南東の方へと進んでいく予想となっています。この後は千葉県の北西部に加えまして、北東部あと茨城県内もこちらですね、南部を中心に雷雨となるところ多くなってきそうです。もう一度ライブカメラでこの幕張の様子少し振り返ってみたいと思うんですけども、はい、これがちょうど雨の降った時間帯ですね。8時半から見ていきますと、少しずつこう空が暗くなっていてですね、で9時を回っていきますと黒い雲がこう近づいてくる様子分かります。この辺りからですね、そして一気に近づいてきた後はこういった形で雷を伴って激しい雨と、でこの時間止んでいるということで、まあ、継続時間そのものは長くありませんけれども、はい、やはり20分間から30分間程度はですね、まあ、先ほどのような激しい雨と、で雷を伴って降る恐れもありますので、あの道路冠水ですとかあと停電も多数発生しているような状況ですので、この後もまだ準備できるという方はですね、停電に備えていただきたいと思います。この関東の雨雲、要因は何に当たるんですか。はい、こちらはですね、2つありまして、はい、1つはですね、上空の寒気ですね。上空の寒気の様子を見ていきたいと思います。はい、こちらは今日の上空5500メートル付近の気温の様子をご覧いただいています。関東の上空には上空5500メートル付近でマイナス6度以下という冷たい寒気が流れ込んできているんですね、はい、ちょうど寒気のピークとなっています。これに加えて地上付近は湿った空気が流れ込みやすい状況となっています。こちらは上空の風の流れ見ていきますと、はい、ここに本州付近ですね、この辺りありますけれども、はい、高気圧がここにあります。そしてこの高気圧、こういった形で広がっているんですけれども、この高気圧の縁をですね、このような形で湿った空気が流れ込んでいるんですね。で一方でこの北からはですね、北寄りの風が吹き込んでいるので、ちょうどこう関東周辺で風と風がぶつかっているような状況となっています。ですので上は上空に冷たい空気があって大気の状態不安定、そして下層の方は湿った空気が入っていることに加えて、この湿った空気が北寄りの風とぶつかって雨雲が発生しているといった状況です。でこの後先ほどお伝えしました通り、この雨雲ですね、東の方に抜けていきますので、あと1時間程度ですね、千葉県内から茨城県内は雷雨ですね、局地的な雷雨に注意警戒をしてください、はい、その後ですね、一旦これ抜けますと、このように埼玉県内から東京都内、青空が戻ってきているということで、晴れて天気回復してきますけれども、まだ広い範囲で見ていきますと、このようにところどころ雨雲、雷雲が発達しているような状況ですので、一度降った後にもう一度、雷雲が発生するという可能性もありますので、今日は、日中の時間帯ですね、大気の状態不安定ですので十分に気をつけてください。分かりました。それでは雨雲の様子、こちらアプリでも見ていきましょう。このようにですね、激しい雨をもたらす雨雲というのが現在千葉県通過中です。この動き、時間軸をずらしていきますと見ることができます。
5分ごとの変化1時間後まで、そして買いの方は1時間後以降先まで見ることができます。また合わせて雷もですね、見ていきたいと思います。落雷モードです。こちらでこの先どこで雷の発生する可能性があるのかというのも確認することができます。ウェザーニュースのアプリでぜひ雨雲の様子、そして雷の様子もご確認ください。